本所松坂町公園本所松坂町公園は東京都墨田区両国にある区立公園。皇家肝入りを引退した後にキラヨシナカが暮らした邸宅があった跡地。赤楼市によってキラヨシナカら24人が撃たれたキラ邸打ち入りの現場である。本所松坂町は当地の救命。一般にある児童公園の類と違い遊具などはない。 約九十八平方メートルの敷地に、稲荷社や井戸、桜の木などがある程度で、むしろ記念広場に近い。キラ吉良義仲の屋敷は、はじめ梶橋の屋敷を配慮していたが、松の廊下の人情事件の約五ヶ月後の元六十四年八8月に、梶橋の屋敷は、幕府の命により、御用地として、召し上げとなった。人情事件の約六ヶ月後の元六十四年九月三日に、 幕府の命により、現在の本所松坂公園付近にあった松平昇之助の屋敷を配慮し、移り住んだ。元禄時代の当時は、付近の一帯が、吉良義仲の邸宅であり、その広さは約8,400平方メートルと推算されているから、その広さを伺うことができる。邸宅は、阿光老子による、打ち入りの後の元禄16年2月4日には、 江戸幕府に没収された。その後住宅などが立ち並び、王子の嫌手を忍ばせるものは何もなかったが、昭和9年に地元の有志らが宮廷内の東寄りで屋敷内の北辺部にあった住宅地を購入し、住宅を撤去して東京市に寄贈し、翌昭和10年に公園として開かれたのが始まりである。昭和十五年に墨田区へ移管された。公園内には、 阿コ事件に基づいた各種の展示のほか、打ち入り事件で主君のために戦い、亡くなったキラケ家,家臣の石碑や、キラコウズケノスケ追母碑などが残されているが、平成22年12月12日には、1690年頃に、キラヨシナカ自ら作らせた座像をもとにした、キラコウズケノスケヨシナカコウ座像が公園内に、混流された。事件から1年弱経った。 元禄16年の元禄王地震とそれの6日後に起きた大火で、キラ系があった周辺は壊滅状態になり、その復興の時に、キラ屋敷跡の4割ほどのところに、岡上市の中島伊勢、小戸岸の佐伯木八太郎の廃領町屋と、柴田町大地ができ、残りは、使用目的が決まっていない割山地であった。宝永2年から4年にかけて、中島、佐伯両名の廃領町屋は、 本所松坂町一丁目廃領町屋に、柴田町大地が本所松坂町二丁目年貢町屋となった。この時に本所松坂町の町名ができたのである。またこの頃、平屋敷屋との割り地だったところが芝、ニーボリツネ春廃領地となっており、平屋敷屋とすべてが本所松坂町となった年代は不詳であるが、法歴12年の時点では、それが確認されている。なお、 キラ屋敷式跡だけでなく、その近所のエコーイン東の道沿いなどに、本所松坂町一丁目の町屋があった。本所松坂町があった周辺は、かつては広大な幕府のご築像があったところで、1670年代の遠方年間に、それがあったことが確認されている。元禄の初年頃にご築像周辺は、大きな改修工事が行われ、西正面の道に張り出して設置されていた。 小屋場が廃されてご畜造正面は西から南に変わり水運のための建川に続く振動が敷かれた。元禄11年9月6日の大火後にご畜造は廃され、同年11月にはご畜造跡を武家屋敷にするた南北に走る振動が敷かれ、東西のブロックができた。直学火事に被災した松平信坊と土屋王子ただしはすぐにが西ブロック内に大体地を廃業。 12月には、西ブロック内に、ホンダ町院、東ブロック内に、牧野長戸守と鳥居九五郎が、大大地を配領した。元禄14年8月に、新保はここを立ちのき、翌月に、キラ・ヨシナカが受領した。キラ邸の先住者に関して、鉄砲100人組頭だった、近藤正しようであったとした説が古くからあり、文政11年頃に、 町方からの報告によって幕府が作成した文政庁法書上や御府内備校などにもこの説が記載されていた。これは本所松坂町二丁目にあった県春稲荷の別当、炎蔵院が書いた遺書書の間違いから出たもので、帝王が新抱と同じ登之助を通称していたことから誤ったとされている。本所松坂町があった周辺では、 近藤登之助説は昔から信じられており、そのため、三田村縁魚が昭和5年観光の横から見たアコーギで近藤登之助説を採用したことから、その影響で、キラテ前ゼン主を近藤登之助と書いた本が数多く出た。ありがとうございます。